ゆらりです。ひめかです。アリアです。ピンク。ラテ。ティー。ビー。始まるよ。イエーイ。はい、今日はですね、新メンバーを呼びたいと思います。新メンバーはですね、せーの。はい、新メンバーはひろこちゃんです。おひろこです。よろしくお願いします。新メンバーのひろこちゃんです。年齢はいくつですか？年齢は11歳です。おお、意外と若い。ちゃんと腹筋割れてます。スタイルしっかり出るの。かっこいい。くびれがすごい。うん。理想のスタイルだよ。美白美白。背中の線が美しい。鍛えてる。バジャー。何でそんなこと言ってわかんないけど。ちょっと顔出ししたいね。インスタ映えだよ。かわいい。ミニコン。じゃあ今からですね、このひろこちゃんとともに過去のピンクレテ TV の動画を見て、いろんな思い出を振り返りたいなと思います。あ、じゃあまず動画見ていこうよ。どれから見ていこう。古いのから見ていこう。まず一番最初の始まりますっていう時の自己紹介動画。ほうね。じゃあ、ここです。ゆらです。ゆらです。ゆらです。声が高いな、ね、今。うざい、うざい。え、だってももかちゃんの声気持ちだい。みんなさ、椅子ないね、この頃、うん、挨拶もないんで。私、みんなちゃんときっちりと正座して手を膝の上にこう据えて、声がゆらりです。めっちゃかしこまってる。なんかアリア、この時まだおしとやかだったね。あの、喋るのが苦手だった。そうなの、え、めっちゃ喋るよね。人見知り。うん、やらせ感半端ない。やらせじゃないけど、なんかやらせ、なんかやらせ感半端ない。なんかみんな顔幼い。なんかゆらりこの頃まだカラコン知ってない。あ、そう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 、まだラザの時だった。初めて4人で撮ったやつも、あの企画イヤホンガンガンで行こう。しね、挨拶ない。確かに初めての質問。あ、質問コーナーいいね。もう猫かぶってないのに。うん、思い出が蘇る。うん、アリアはこの時もまだ全然知るんだよね。ね、押してやる。なんか話振られたら、え、だって初めての人本当に食べない。え、マジ初めてのロケとか見る。一回食べたい、これ。私これ食べたことない。チーズトースト食べたことない。美味しいよ。次何もいる。ベッドボールですか。これ面白かったよね。なんかめっちゃ叫んだよね。そう、この暗いやつが面白かった。ね、考えちゃう、怖かったよね。これ楽しかった。うん、楽しかった。どうでしたか。なんか昔のはもうあれ、そう、黒歴史。あ、なんかなんか寂しいね。うん、ここそうそう、なんかね、ここにいない。いつもぎっしりで、いつも狭くて。そう、なんか密着感。そう、スカスカだね。でも、ひろこはもう入りませんので。ね、入りたかった。で、まあ、ゲストって感じで、これからもたまに出てくると思います。じゃあ、バトルどうしようかな。過去の思い出が振り返られて楽しかったです。くりももちゃんがいなくなっても、これからも頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。頑張ろう。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。